にちは、ハイジーです。今日は佐久間さんとトークライブアゴ4回の方がございまして、その打ち上げですね、はい、新宿3丁目にありますスプリンガンさんに来ております。がっつりなんか食べに来ようということで、ちょっとねやっぱ体力を使ったからね、はい、力がつくものがいいかなと思いますよね。もう肉々しいお店だということはもう外の看板で分かってます、はい、外のステーキがね、とにかく写真で美味しそうで、はい、でしかも肉寿司とかいうのもありましたりですとか、サラダメニューを見ましても結局全部お肉が乗っちゃってるという。だからこれはまああれも徹底してるよね。もう肉尽くしなんですよね。そう、すげえこの画角、この画角にびっくりしました。漫画だったらこのアングルで描きたいもん、このアングルで本当ですか、メニュー選んでる画角だいやもう5分ぐらいこのアングルの動画見てみたいぐらい好き、このアングル。あ、本当ですか。 iPhone も進化しましたね。でもお腹すいたね。あ、そうですか素敵な素敵な見た目だ。これ大好き。食べる前からも大好きか。肉汁注意、国産フランクフルトのグリル、注意しなきゃいけないくらいの肉汁本当に僕やっちゃっていいんですか。ちょっとマスタードがいるんですけど、はい、いきますよ。はい、下がねもうね、はい、確かに肉汁で濡れてます。こっち僕いただきます、はい、え、ボフって言いましたか。ボフそんなに、うん、いただきます。焼き小籠包食べた時に出てくるようなあのジュワ感が、あんまじゃないよね。ソーセージから出るってすごいですね。うまい。切った時に出てきた感じよりも口の中で噛んだらもうブシャですね。これなんだろうね。うわ、目の前で炙っていただける。はい、うわいい。うわ、上に乗ってんなんかありますよね。バターを溶かしながら炙る。うわ、炙り完了。ちょっと佐久間さん、食べるでしょうね。大事に今まで一回も食ったことないかもしれないけど、はい、炙りっていうことがすごい弱いから弱いまあ聞いたことなかったし。うわあ、肉々しいよね。あ、肉々しい。今日作家さんも来てますから一緒に。まあね、はい、肉々しい全く同じコメントが出てしまいました。うわ、肉肉しい。そういうことなんだよ。柔らかいね。もったいない。まずご飯をこれ1枚でもっといけるよって、こっちは贅沢だね。もっとお茶碗1杯くらいいけるのに、ちょっとこれはすごいよ。贅沢すぎる。貝の実のステーキ、またすごいの来ましたよ、はい、でタレはみぞれ玉ねぎ、卵黄ステーキソース、塩コショウ、はい、うわ、ああ弾力がある。これはうわいい断面。この切るシーンってたまんないね、やっぱり。うわ美味しそう。作家さんから今回食べてもらいましょうか。そうだよね、そうだよね。あ、うまい。これうまいよね。大事は卵黄だね。あ、もう決まってんだで、これ黄身もね、黄身がちょっとね強い黄身なの。ほら、あーうまい。もう濃厚極まりない。うまい。うまいんだよ。うまいが真実なんだよ結局。今僕が食べる前にうまいって言ってましたもんね僕の卵黄ソースのやつ